はい、今日はこの赤目ふぐをさばいてみたいと思います。これであと大体 280g ですね。はい、まあふぐのやり方もいろいろあるんですけど、まずこの口を落としてですね、口を落としてヒレも落としていきます。この赤目ふぐはもうあれですね、身と清楚白子は食べても大丈夫なんですけど、皮には毒あるので皮は食べれません。まあ、もう基本これはちょっと動画撮影用なので、もう皮がいけないということは、この唇本当は食べれるんですけども、この皮、これ皮ついてるのでこれもやめておきましょう。まあ、とにかくフグの知らないフグは、まあ、とにかくさばかないことですね。こういうふうに先に皮を切っておいてからですね。最近、1分から何やっても包丁研いでないので、あんまり切れないですね。こういうふうに。おう。剥いでいくんですね。もうこれは食べれませんから、この皮はもう食べれませんから、もう楽しい。そしてこれは先にエラですね。エラ、こういったもの。こういったところですね。これはこれでここにエラと肝、こういった内臓、心臓、ここの釜の奥に心臓あります。でこういう内臓、これ卵巣ですね。これら全て毒なので、食べれません。でもこれこの釜部分の筋肉は大丈夫なので、これをちゃんと外して外して、そしてこの隠れ、これは何とか言ったんですね、赤いの隠れ、これ隠れ綿ですね。こういう血の気の類いのが全てこの内臓がダメに、だからこういうのを見な。そしてここにこれあるの、これが心臓ですね。これが心臓もこれもダメですから、完全に血はもう血もダメなんですよね。ですから血をよくこういうふうに水で洗い流します。完全に胃の状態に、これが鎌の状態ですね。そしてこれがそのさっき言ってた赤い、腎臓なんですけど、これもダメです。基本フグの内臓はもう全部ダメです。こういう血もよく絞って、そしてこの形になれば尻尾を落としますね。そしてこのうぐいす骨ですね、この骨、ここから血がよく出ますので、これも取ってしまいます。そしてここ血がよく出ますんで、ここぎゅう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 こすって押し込んで血を抜いて、もうこういうところの血もしっかり取って、でこれも血の塊ですから、これもよく、もうほとんど出なくなってますけど洗いますね。それでこれ目玉ですね。これ目はダメです。これも目もダメです。目ダメです。これもこういうふうに取って、でこの頭の中にこの脳みそありますね。でまず割ってみたいと思います。これが脳みそですね。こちらもこれ脳みそになります。これもダメです。こういうふうに他のゴミとは一緒に掘れないので、これはもうこういうふうに完全に分けておきます。そしてこういうところの血は、血もこういう細かいところのエラとこの隠れ液もですか、この赤いのこういうのをきれいに洗って、この脳みその付け根もこれもきれいにブラシでやります。これで大丈夫です。これも脳みそをこうきれいに洗って、完全にないようにして、赤いところ、これもエラの付け根、これもこういうふうに洗ってこすってないようにします。そしてこれだけきれいになれば、これで水できれいにもう一度よく絞り出してですね。フグはこういう養殖のフグなら、こういうエラのこの付け根のところに寄生虫よく入ってますので、こういうのもきれいに落とします。それでこれで洗い流せれば、あとはこれをキッチンペーパーに取ってですね、水気をよく拭き取り、これでフグの磨き状態の出来上がりと。